ピュアキングです。今日はこのコースやっていきます。サーデンリーレベル突然のコースということでしょうか。で、私よくコメントで言われることがあるんですけど、英語力ガバガバだとコースメイトがいつも訳してるんですけど、もう訳さない方がいいじゃないやれ、それ面白がって見てくれる人もいるんだけど、バカにしてんのかまあこれからも英語を訳すのをやめようかなとは思わないんだけど、僕が何かしら訳してたらそれが本当だとは思わないで、マジで教育に悪いんじゃねえかなと思い始めてるね。まあこの動画自体が教育に悪いんじゃないかなと思ってるんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.55%。 そういや最近富士急ハイランドに行ってきたね。そしたらさ、下り坂とか絶叫してしまうじゃん、ギャーみたいな。で、絶叫しまくってたら前の人にうるせえこいつって言う目でおいおいおい、なんだこれは。開幕バグマシーン、すいません、絶叫マシーンとバグが混じっちゃって開幕バグマシーンとか言うわけわかんない言葉になってしまいましたけど、いやこのコースはバグコースか、てっきり普通のコースと思ったんだけどな。え、なになになに、怖いんだけど、もうやめよ。開始2回もの罠がバグで来てますよ。っていうことはこのコースバグに散らかしたコースだと思いますよ。上等じゃねえか。このコースも何が起こるかわからない楽しいアトラクションだと思え。そうすればきっと楽しくなるさ。さあ左のオンオフをしていいのかい。やめろやめろ、そんなことはしなくてもいい。そうすればここのオンオフが開かないね。なら一旦してみるか。一旦して左に逃げよう。おやったー、どう出てきてんの。ここでオープンブロック叩いて石足が下から出てくるなんてさ、え、砲台を伝って出てきてるってこと。この地下ブロックの下に行っていい。まあ行くしかないもんな。何をしてくるな砲台よ。そのまま素直に他に入らせてくれればいいんだ。ガタン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 プルルルルギャッよく来たなお前ら。今からお前らに恐怖というものを味合わせてやろう。だが一つここで忠告だ。目の前の安全バーをしっかりと握り、目の前のちくわブロックに乗るがよい。そうやっていくつもの試練を超えて我の元にたどり着けるかな。君はたどり着いたようだね。さあ次の試練だ。目の前にバネがあるだろ。あのバネに乗って上の雲に乗ってくるがよい。ただ普通に来れないように仕掛けがしてやる。来れるかな。キモいんですけど。最近遊園地行って思いましたね。僕は誰かと初めてデートする場合があったとしたら絶対に遊園地に行った方がいいと思って。あーキャー初デートとかでそんな言われたら嫌だよな。そもそもよ、初デートで遊園地っていうのがハードル高いんだよな。男の人とか初デートだったら気合い入れてワックスとかつけてくると思うんですよ。でもそれがあだになって絶叫乗り終わった頃にはオールバックの状態でガチガチ絶対嫌だな、そんな見られるの。じゃあこのフラワーが出てくるのかい。やろ、フラワーすぐ取らなきゃいけないのか。フラワー様は間に合いませんけど。なんだいこのバネは。この50回の方に落とそうとしたんでさ、まあいかねえぞ。さあこのフラワー取っていこうか。でここでチャッカマンすればいいの。チャッカマンからの危ないな。そんな鉄球じゃ引っかかりませんよと。私の反射神経を舐めるんじゃありませんわよ。さあブロックに乗ってのがに入っていこう。めちゃめちゃ順調に進んでんな。そしてここで受験ポイントが見えた。魚なんだお前。今なぜか右にドッスンが降ってきたんですよ。なんか右下にドッスンがいるね。これも降ってきた後かな。上はまた一体来るみたいな。いや来ないよね。なんでさっき来たんだろう。まあいいや、チビになっていきましょう。で富士急の話はもっとたくさんしたいんだけど、雑談が多すぎるって言われるからやめときます。ここで大丈夫。大丈夫だね。まず1体目の魚をこの場所で避ける。そして左に逃げておけばいいんじゃない。で魚がまた出てくるからあいつも回避する。であの中間ポイントの場所まで素直に行かせてくれないと思うんだよな。この枠とかすげえ怪しくない。叩いてみようか。1キャップ、こっちも1キャップかな。あーなるほどね、アイテムがいろいろ出てくると。でも絶対どっかで罠が来るんでねえの。だから次左に逃げようか。さあ最後はああわかってんだよ、そんくらい。さあ、チェックポイントゲット。絶対何か来ると思った。まあ、バブルとか魚をね、予想してました。これはこの場所でいい？大丈夫？これは僕、右に行けるのか？右にダッシュしてみるよ。頼む、行ってくれ！なんじゃそりゃ！これ、普通に行けないってことは、しゃがみおしっぱだったらいけるかな？来たー！死に耐久に。
だよ、刺さるな。これはどういう人体魚だ、わかんないのよ、そんなにバレがバレバレ生きてもさ。このちくわブロックを落として先に行けっちょ。バレがまず邪魔くせえな。この場所に寄っておいたらこのバレバレしないのね。ここでちくわブロックを落とします。落ちねえな。バレが右行った瞬間右、あ、これで落ちるのか。そしてこの隙間に入っていく。あー、そんな余裕じゃねえか。めがっちまえばもうこっちのもんだよ。バレが右行った瞬間にちくわブロックを落としてここで下に行く。ちょ、バレ、やるじゃねえか。次こそ一転してるよ。いや、これね、ほんとめちゃめちゃシビアなんだよな。右行った瞬間右、これで落とすでしょ。いや、落ちるって頼む。右行った瞬間右、これで、よし、この間もちゃんと抜けるよ。ここか、じゃあ、チビ耐久ウェッジを舐めるな。もう分かった、しゃがみをしたまんま左を審判でいいんじゃない。これさっきと同じパターンになるんじゃないの。このまんま右を審判しようか。もう分かったもんね。しゃがみ右を失敗したまんま跳ねた瞬間左、これで大丈夫で、下には行けないからドアに入っていこう。さあ次はどうだ。やめなさい。予想通り。さすがお茶目、乗っていいのかい。君を信用していいのかい。乗って僕は何もしないよ。うん、いい子だいい子だ。今日は信用してよか。この黄緑タモが左だ、左でジャンプしよう。さあ、すると隠しブロックがないからこの綱に使われます。で、ここは右を失敗か左を失敗、どっちかだと思いますよ。右を失敗だ、これで大丈夫。いや、ここの隠しブロック、何もないよ。この上の綱、使われるな。うわ、どっち行く。これ扉戻るっていう選択肢もあるんだよな。一旦戻ってみようか。こっちが正解なんじゃない。ただって、ただでやめて。じゃあもう一回扉入ってってみようか。扉入ってた方が邪魔で先に進めないね。じゃあこれを、あ、今鉄球に当たるそうだったよ。わざわざこの死体機はしなくてもいいんじゃない。だからここでジャンプしてすぐ敵に当たっていく。浮きます。あ、いや、これ上から。ナイスっすね、ブロ。じゃあここは、一旦このツタに捕まっておいて、あの下に行けばいいのかな。そしたらブラパがやられてくれるみたいな。上にパワーブロック出てってんじゃねえか。だろ、ブラパやられて。お兄ちゃん、何もしないで。ママミーヤ。だからここはツタに捕まって左に行きます。でもう一回ツタが出てくるから、このツタに捕まってパウが出てきた場所に行こうか。ここで左を審判でいいんじゃない。で、上にパウが乗ってるよね。今見えるかな。あ、多分しゃがんだら見える。ちょっと待って、パウ様。おい、嘘だろ。ガーマン発見しました。いらんことしゃがむな。すぐにパワーブロックを叩けばいいんだよ。なんで今度砲台いなくなんないの。じゃあここでパワーブロックを叩いてすぐ下に行く。で、このハテナブロックは絶対叩かない方がいいと思うよ。もう右に行っちゃおうか。隠しブロックはなーみたいだね。じゃあこっから右に行っちゃって。いや、でも気になるよな、このハテナブロック。まあ、避けれる自信しかないんだよな。このハテナを叩いて一旦何もしない。それは卑怯だぞ。あ、でもなんか上出てきたね。これいけるんじゃない。もう一回チャンスをくれると。くれませんね。今度はハテナを無視してさっさとドアに入っちゃいたいと思います。あれ、このドア、今度こそこのドアに貼ります。バネを避ける。で、ドアに貼る。で、そろそろ中間ポイントあってくれてもいいんじゃないのと思ったら、まだまだないね。あのドアに入ればいいのかな。塞がれてしまったけど、まる物理的に入れるでしょ。それチーバリオだったらさ、目の前の穴に入るだけじゃんか。僕は右のバネが気になる。このバネの上に行けば何がある。バネ。まあでもここは簡単ですね。ジャンプした瞬間右に行って土下に入る。で、そろそろ中間ポイント絶対あると思うよ。中間ポイントないの。僕にそんなご褒美をくれなくてもいいんだよ。隠しブロックはないみたいだ。あっちだ。まず隠しブロックを叩くんだけど、ここレールが動いてるからめちゃめちゃ怖いんだよな。だからちょっとずつ行って。あ、これレールの影響受けないんだ。床があるんだね。さあ上に行こう、上に行こう。で、これハテナブロックは何。鉄球が出てくると思って右に逃げると思ったらワンナップ。で、ドクロレッド乗って、ここは僕が右を進化するよ。ドローンかけは新体験じゃねえか。これは上に行けっちゅうことかな。ここでバーが邪魔してるからめちゃめちゃギリギリ行けたね。全然余裕なんだよ、こんくらい。で、右には行けない。
左にブラパがいるけど、このブラパに当たらせてくれるかな。やったー、ぬるすぎるぜ。これさ、左を審判って書いてるから、左を審判しなきゃいけないんじゃないのかな。で、一旦こっちに逃げておいて、多分ね、右に進むっていう感じだと思うんだよな。だからここで右を審判。よっしゃ、さあ進もう進もう。中間ポイントはまだかい？そのオーバーブロックの中に隠してるのかい？僕は一旦下に進みたいと思いますよ。そしてここで左を審判すればいいと思うけど、何をしないが正解って言ったら大体不正解になるんだ。そういや、前にこんなコメントもらったんだけど、何もしないって言うと大体何か引っかかってますよみたいな。じゃあ何かするって言えばいいのかな。オーバーを叩いて左にダッシュしますよ。これで大体何が起きた瞬間移動か、誰が運んでいっていった。ミラ、俺がゴミのようだ。私はキング大佐だ。私と戦うつもりか。ミラ、中間やったー。次こそ中間ポイントを取ってみせようじゃないか。いや、ちょっと噛みそうになったね。ジャンプをすれば大丈夫。ここに隠しブロックとかやっぱりあるんだよ。そう簡単に倒そうったっていかねえぞ。やったあとはゴールのみ。さあ、この土管に入ったらゴールはあるのかい？やっぱりないよな。やんでそう。左を審判だ。左を審判で50コインの方に行かない。隠しブロックはないね。そしてこのまま右上のカラの方に行っちゃえばいいのかい？あたた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 たはどこに行くのだ。狂いすぎてんのよ。もっとちゃんとせ。ジャンプして、すぐ上にジャンプする。そしてこのカラのコーナー取っていいのかい？取らないで上に行こうか。右を審判すればいいもの。この隠しブロックやっぱりあるよな。いや、これすぐ右行っちゃう。これはカラのコーラ取るんで合ってたんじゃない？で、右を審判してバブルを抜けます。まあそうしないとこのボム兵壊せないもんな。だからここでヒップドロップしてボム兵を壊せないね。右に行けっちゅうことかな。右に行くとあの土管の方に行くんじゃない？赤の。だからここで落ちて左を審判、左を審判、これであっつもりでもする。今から右に落ちます。で、ここで右を審判すれば大丈夫ってことで、この土管に入っていきます。さあ、次はどんなバグが来るんだい？絶対面白いバグが来ると思うよ、ゴール前とかさ。このクパクラは何もするな、何もするな。ここでジャンプ、いや、した方がいいのかな。ちょっとだけジャンプしようか。これはねえのか。俺左に行けないよ。あれ、なんかバーがあるんだよな、両方。じゃあ一旦ジャンプしてみる。意味わからんて。じゃあここどうやって行くんだろうね。バーがあるから氷、あ、ここしゃがんで行けっていうことなんじゃない。いやー、なるもうそういうバーグやめる、やめ、やめてくださいよもういや、ここで右に行けばブラパがやられて違う世界が待ってるのかもしれない。行ってみよう。いやー、バグりすぎてやしないか、キョロコス。上等じゃねえか。じゃあ俺もバグりまくってやるぜ。こっちでいいのかい？この派手なブロックだなんて。ここにキノコが落ちてくる。そうだろ。ダメだって、そういう汚い言葉遣いやめなさいって前回も言っただろ。だから綺麗な言葉遣いで今度からやっていこうと思いますよ。さあ、これファイヤーボールで氷を溶かして、ちゃちゃっと進んでいきましょう。さあ、チビになってピースイッチを踏んでいきましょう。で、ピースイッチを踏んで下に行きましょう。クソつまんねえな、今日。さあ、焼き魚も無事かわしたところだし。で、これはサーテンリーレベルって書いてるのかな。おそらくコース名のことだと思いますよ。いや、何か違う文字みたいだ。突然に終わる。いや、これはどうだ。やっぴゃやっぴゃやっぴゃ、やっぴゃ調査かな。でも、もう分かりましたよ。ここで右を審判、そうすることでゴールができるんだ。もうゴールできるもんならチャチャッとしてしまおう。ここでジャンプ、早くやった。いや、今回はすごいバグの量だったね。とても楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ地獄の階段激ムズで、説明文にクリア率 0.00 目指す。その割に意外と高いクリア率をしてますけど
まあ本人は難しかったんでしょうきっと。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.77%。 サムネの感じだったらあの階段を登っていけっていう感じだと思うんだけど、でゴール条件はコインを1枚取ってからゴール。そのコインがどこにあるかが問題だよな。でこの階段をどんどん登っていけっていう感じなんだけど、で時間は10秒しかない。えこれ意外と早いんじゃない？えワンちゃん一発でゴールできますみたいな。夢見んな。これどうやって早く登ろうか。しゃがんでいく。しゃがんでいったら早く進めますよみたいな。あさ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 あやり直せ。しゃがんだらいけないっていうことが分かりましたよ。じゃあここでもうジャンプ連打。もうジャンプ連打以外にないと思うんだよな。これめちゃめちゃ早くなかった今。頼むこれでいってくれ。残り1秒0秒。ここでジャンプボタン連打しまくったらなんか早くいけてるような気がするんだけど、これギリギリ時間足んないような気がするんだよな。いけるか。タイミングかな。コロンポ踏んだ瞬間にジャンプと右押し一発。これでなんか一個飛ばしぐらいでいけてるような気がする。これ早い。クソせえや。いやこれめちゃめちゃむずいよ。クリア率 3% ぐらいだったからさ、楽勝でクリアできるかなと思ってたんだけど、クリア率マジで当てになんないね。多分これもいけないような気がする。ですよね。連打以上に早い方法があると思うんだよな。ちょっとそれ探してっていい？バネに当たった瞬間ジャンプしてみようか。あ今なんか 2,3 個ぐらい飛ばなかった。あこれこれこれ。だから音符を踏んでジャンプじゃなくてバネに当たってジャンプすればいけるかもしれないね。ただバネに当たってジャンプってことはさ、この雲の上でジャンプを成功させなきゃいけないみたいな感じなんじゃないかな。でなるべく音符を踏むなみたいな。これめちゃめちゃいいんじゃない。頼む残り1秒。どうやったら。もう分かったもんね。音符あまり踏むなってことはこのバネに当たった瞬間だけジャンプボタンを連打。これでゴールができるっていうパターンなんじゃないのか。めちゃめちゃきついよこれ。また腕がぶっ壊れそう。まあでも無事クリアできてよかった。これねクリア率が高いけどおすすめできません。腕がぶっ壊れてもいいっていう方だけぜひやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。